チコです。今日は2023年4月3日月曜日です。高松は朝から晴れで、午前7時過ぎの温度は10度、予報は晴れです。現在午後5時前で温度は19度、予報は晴れです。さて、動画は前回の続きからで仏性山頂を走りました。本通りを抜けて、宮武うどん屋さんに昼食を食べに行きました。ここは、有名な宮武とは関係ないとのことです。この店は安く、美味しいため、私には外せません。読み上げは、仏性山です。いつものように、ウィキペディアの記事からです。誤読があるかもしれませんが、お許しください。どうぞ。仏性山。出典、フリー百科事典、ウィキペディアより。仏性山は高松市中部に存在する一地区で、高松市役所仏性山首長所の管内。仏性山町一町からなる。かつては全域が、香川郡仏性山町、仏性山町として存在し、1956年9月30日に高松市に編入された。1668年、寛文8年に、初代高松藩主松平頼重が菩提寺として法然寺を建てたことから、門前町として繁栄し、戦後は高松市のベッドタウンとして人口が増加した。また地区内にある仏性山駅周辺は高松都市圏に8ある地域拠点の一つを形成する。地理。地区は高松市中部地域の最も南に位置し、高松平野のほぼ中央部に位置する。人口は2010年時点で8062人、男3855人、女4207人、世帯数は3503世帯で減少傾向にある。面積は 2.79 平方キロメートルと、島嶼部を除く高松市の地区の中では最も狭い。そのため人口密度も1平方キロメートルあたり 2870.97 人と、高い値を示している。高松市中心部とは独立した拠点性のある市街地を有するが、都市としては高松市中心部と連続したベッドタウンとしての性格がある。この地区の極端な狭さから仏性山駅を中心に広がる市街地は地区の範囲を超え、隣接する多比地区の出作町にまで及んでいる。仏性山駅から東へ伸びる市道沿いと本町通り沿いに住居や商店が集中し人口が密集しており、それ以外の地域はほとんど農地が広がるため人口密度は希薄である。地形。全域が高松平野の一部であるが、扇状地である高松平野の特性上、この周辺より讃岐山脈へ向かって勾配が次第にきつくなり、南に隣接する浅野地区では平野というよりほぼ丘陵地を形成している。河川はないが、南部に小規模な2つの山、小山と目山があり、それぞれ法然寺と地切神社があるため、山道からの登頂が容易である。それらに挟まれる形で前池があり、西側には平家が存在する。山、小山、目山。川、那須。古称、前池、平家。仏性山の方法やけこの説は、検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。このテンプレートの使い方、出典検索、仏性山。ニュース、書籍、スカラー、CI2、J ステージ、NDL、ドリブ .jp、ジャパンサーチ、PWL、2014年3月。仏性山より高松市街中心部の学校へ自転車で通う学生は、登校時は北上時に東から、下校時は南下時に西から太陽の光を浴びるため、片方の方のみが日焼けする。この現象を、仏性山の方法焼け、と呼ぶ。もっとも、これは冗談の一種でもあったため、実際にこういう現象があったかは不明である。人口、隣接する地域は割愛し、このようになっています。高松市仏性山首長所管内。仏性山町高761あの8078。
仏性山頂乙761波の8079。歴史。年表。高松市編入以前は、仏性山頂を山椒以下割愛し、このようになっています。以下一部割愛し、このようになっています。経済。高松市の平均と比較して第二次産業従事者、プラス 0.7% の割合がやや高く、第一次産業従事者、マイナス 0.7% の割合がやや低いものの、産業分類全体で高松市の平均と比較的類似している。第一次産業。就業者数107人、構成比 2.8%、2005年国勢調査。典型的な高松市郊外の地区として住宅の間を縫うように農地が点在し稲作が多く行われている。米。第二次産業。就業者数。772人、構成比 20.1%、2005年国勢調査。地区内に大規模な第二次産業集中地帯はないが、中小の工場が点在している。そうめん。松平頼重が菩提寺と門前町を作るときに高松藩内の製麺業者を仏性山に集めたためである。第三次産業就業者数、2967人、構成比 77.1%、2005年国勢調査。本町通り沿いは江戸時代から続く商店などが多いが、それ以外はベッドタウンという性格上住宅地が多いため、近隣商業が中心である。以下一部割愛し、このようになっています。教育。地区内の小学校は私立仏性山小学校が存在し、校区には地区内全域と田日上町の一部を含む。中学校は全域が隣接する田日地区にある私立龍雲中学校の校区である。各種学校である高松文化服装学院があったが、生徒数が減少したため、学校の継続運営が困難となり2014年3月18日の香川県私立学校審議会で廃止を認可する答申が決定された。また、地区内に公立の幼稚園、保育所、保育園は存在しない。小学校、中学校。太字の校名は地区内に位置する学校で、それ以外は地区内には位置しないが校区が地区内にかかっている学校。高松市立仏性山小学校。高松市立龍雲中学校。行政。この地区は1956年以降高松市の一部であるため自治権は持たない。この地区の行政サービスの中心としては高松市仏性山首長所があり各種住民サービスに対応している。またそこは公民館も兼ねていて仏性山コミュニティセンターとして地域交流の中心となっている。消防関係の施設は地区内には存在しないが、隣接する田日地区に高松市南消防署が存在する。また地区内には香川県農業試験場があったが、綾川町に移転し、跡地には高松市立民奈の病院が立地している。主な行政施設。高松市仏性山首長所。高松南警察署仏性山交番。香川県農業試験場。東山土地改良事務所。生活。公共施設。仏性山コミュニティセンター、公民館。高松仏性山郵便局。仏性山公園。高松市立仏性山公園体育館。高松市立仏性山公園温水プール。以下一部割愛し、このようになっています。交通。公共交通機関においては、琴電仏性山駅が中心で、高松市中心部に向かう電車のすべてが発着するほか、仏性山駅西口が高松市立みんなの病院の会員に合わせて新設されて以降、同西口にバス停が整備され、琴電バス塩ノ江線及び仏性山川島線の路線バスと香川町シャトルバス、丸井観光バスが発着している。道路。
この地区のメインストリートは仏生山駅から本町通りに至る市道と、そこから南に伸びる本町通りである。しかし本町通りは古くから発展した門前町の表通りであり、仏生山駅から東へ伸びる市道は、駅の開業後に戦後の人口増加などを背景に道路計画より人口の密集が先行した地域であるため、もともと人口密度に応じた自動車の通行に十分な道幅ではない。そのため交通ラッシュ時には混雑が発生し、十分な歩道もないため歩行者の危険性は高い。鉄道。かつて、仏生山駅からは高松市南部にある塩の江温泉への鉄道として、塩の江温泉鉄道が分岐し、ガソリンカーを運行していた。1938年に高松琴平電気鉄道の前身である琴平電鉄に合併され、同社の塩の江線となったが、日中戦争の最中不要不急線とみなされ、1941年に廃止された。仏生山駅構内の動線の跡地には仏生山工場が建てられている。高松琴平電気鉄道、琴電。琴平線、仏生山駅。メディア以下一部割愛し、このようになっています。名所、旧跡、観光、レジャー。仏生山歴史街道都市景観形成地区、約 7.6 ヘクタール。本町通り。法然寺。千切神社。円光寺。仏生山公園。高松市立仏生山公園体育館。高松市立仏生山公園温水プール。仏生山温泉。本町通り。仏生山街道の通称で知られる香川県道166号岩崎高松線の千切神社に至るまでの約 1.3km は本町通りと言われ、かつて歴代高松藩主が墓参りに訪れたため、御成街道や殿様街道などとも呼ばれる。現在でもこの通り沿いの約130軒の民家や商店の中には、江戸時代から明治時代頃に建てられた古い民家が点在しており、高松市から仏生山歴史街道都市景観形成地区として指定されている。毎年10月に高松秋の祭り、仏生山大名行列が開催され、本町通りに大名行列が繰り出される、市長が大名役になることが多い。10月には、千切神社の秋季大祭が行われる。最終更新2022年12月1日、木曜日。以上で、読み上げを終了いたします。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に、幸、多からんことをお祈りしております。